雨だわ。閉じます。え、え、なになに、どういうこと。え、家出ようと思ったのが雨降ってて。え、てかまずこれ何の動画なの。閉じられてないかさ。おはようございます。今日はお友達ちょっと漏れてんね。マジ代々木上原にランチを食べてる。あんたランチ食うの。その動画を送ります。布施さんにおすすめしてあげる。これいやマジコーデの取り方から学んだ方がいいよ。後でうざすぎなんだよ。マジどう考えたって今雨がね降ってたんですよ。すごい嫌だもん。鼻くそしてるの。違います。はい、まあ、でも行きます。なんと5分遅れですので急ぎます。また間に合わなかった。もう早く行ってきなよ。急いでんのほら。やばいやばいやばい、電車なんでだろう。3時間前に起きたのに。これ足元クラブみたいな感じ。うん、かわいいでしょ。うん、はい、着きました。あ、すごいわかりやすい。おすごい代々木上原の主張。足元クラブなんや。そう、足元クラブ。今回ね、顔があんまり出てこないですから。はい、待ってる犬。え、あんたの犬。違う違う違う違います。あ、ここです。あ、知ってる。うわ、これ多分好きだと思う。何ここ。あ、有名なところかな。そう、カニチャーハンが有名で。誰誰、エグチンコ。あんた今のとこピーだよ。え、いいね、なんか美人妻とお食事みたいな。あ、そうそうそう、うん、これめっちゃうまいの。私にもね、こうやってちょっと綺麗めの友達がいるってことを紹介したい。確かにね。あ、食べ終わって、あのカカオストアです。え、結構あれなんだね、食べる映像とかは映さないスタイルというか。ちょっと忘れちゃった、美味しくて。あ、あんたどんどん場所移動してくね。はい、いや、いいね。あ、これ食べた、まあ、食べたばっかやん。え、また別のところ。あ、違う、エグチンコは、モンブランかな。だからなんだ、ピーやで、そこ。はい、トイレです。うわ、あ、ごめん。何、いや、ぶりっこした瞬間に、おー、うっそ、マジで。はい、次。え、ちょっと待って。エッグタルトです。うわ、すごいね。程よいか。ずっと食べてんな。ずっと食べた。はい、カフェ行きます。え、これ1日だよね。1日。はい、終わり。え、ちょっと待って、終わり。ちょっと待って、ツッコめね。すんません。あ、これ、はい、ピー、あ、ピーとの旅行。そう。あ、ちょっとごめんね、まだ喋り続けなくてもいいのかも。もういいよ。あ、ごめん、じゃあすいません。